今回は偽本誌、さようならまた会う日までについて国民の意見をまとめました。先日の水の動画で偽本誌のツイッターアカウントが削除された件について解説させていただきましたが、急ぎアップしたために最後のツイートの解説を省いておりました。今回は偽本誌の最後2つのツイートを紹介しつつも、ヘタ本誌が YouTube で新しい動画をアップしましたので解説したいと思います。このチャンネルはまさに今炎上している話題について世間の声をまとめています。もし気に入りましたらチャンネル登録、また視聴者の皆さんのご意見もいただけると嬉しいです。それではどうぞ。ではまずラスト、前日に投稿されたツイートについて、狐の化身にして水の妹レンちゃんよろしく。皆様にご報告がありましたで、かたれ時にポリスマンの仰いでなされました。これにて閉幕とは権威遁足ですけれども、今日まで支持してくださった皆様に一言報恩、カウン体得を抱いております。たとえ範囲になってもありの思いも天に届くという言葉を信じて、不当不屈の精神で勇邁進いたします。やで人生は、意味としては皆様にご報告があります。夕暮れ時に警察が来ました。これにて閉幕とは非常に辛い別れになりますけど、今日まで支持してくださった皆様に一言心から感謝申し上げます。たとえ範囲になっても弱いものでも一心に念じゆが望みが達せられると信じて、強い意志を持ってどんな苦労や困難にもくじけずに目的に向かってまっしぐらに進んでいきます。人生は、となります。これに対する国民の声を聞いていきましょう。人生は、出終わるところがエモいな。偽物はどんなに頑張っても本物にはなれないんだね。勉強になったよ。勉強や、不登校じゃないユタボン。また帰ってきてね。その時までフォロー外して待ってるよ。俺はいつでも待ってるからな。勉強や、ありがとうな、ユタボン。もう本物が見えなくなると思うと寂しいわ。さて、フォロー外すか。お疲れ様でした。フォローは外します。また戻ってきたらフォローしますね。勉強や、ユタボン。本当に楽しかったぜ。あんたは輝いていたぜ。何にも間違ってなかったからな。素晴らしいエンターテインメントだった。また会えるの楽しみにしてるぞ。こちらが正式だと思ったからフォローこちらの身にしたのに残念です。とりあえず、哀れな犠牲者がいない世界をありがとう。何者でもあなたは素晴らしい。ただあまり関わると言葉も中身もボンクラと同じになるから気をつけて。一応フォロー許可待ち申請してこちら解除します。ユタボン、いつでも帰ってこいよ。俺はその時までフォロー外して待ってる。まずはお疲れ様でした。またいつか戻ってくることを信じています。人生は勉強や。楽しかったな。元に戻ったらフォロー外そう。突然の別れではなく、挨拶ができたのは、せめてもの慰め。本物ユタボン、本当にありがとう。残念ですけど、元に戻るならフォロー外しますね。もし復活したらまたフォローします。お元気で。必要悪ってのはありますね。見てられなかったストーリーを応援できるストーリーに変えましたから、切磋琢磨して、己を磨き、辛いことにも立ち向かい、競い合う、負ける、くじけることも大切で、学ぶことの大切さを思い出させてくれました。善悪では判断できないですが、ありがとう、です。人生は勉強や、って言葉は大人になってこそ身に染みる言葉。何をするにも、勉強はすごく大事。私は子供の頃、今が大事と思って勉強から逃げてたから、いざ大人になってやりたいことがあっても勉強の仕方がわからない。本物のユタボンの主張していることは正しいよ。楽しかったし、勉強になったし考えさせられるヒントをたくさんくれた。シン、ユタボン、ありがとう。何だろう、のび太の宇宙開拓史のエンディングみたいな、君のこと忘れないよ。今のユタボンさんが好きでしたので、以前のように戻るのならフォローは解除させていただきます。楽しませていただきました。ありがとう。人生は勉強や。アカウント乗っ取られちゃうならフォロー解除しておきますね。短い間でしたが、本物以上に本物でとても楽しませていただきました。これからの道が悪意に満ちた面白みのない人間の攻撃で終わらないように祈っておきます。お疲れ様でした。マジか。楽しかったよ。元に戻ったらフォロー外すね。今までありがとう。いなくなっちゃうの寂しいな。もうこっちが本物でよくない？そっちの方が評判いいし、私も嬉しいし、いつか戻ってきてくださいね。待ってます。ガチ本物に戻ってしまったら心苦しいけどフォロー外しますね。そっか、寂しくなるな。一気にフォロワーは減るだろうね。その時はおばちゃんも外すよ。別の形でわかるように戻ってくれたら嬉しいけどな。今までありがとうやで。人生は楽しむもんや。ではもう一つ、これが偽本誌の最後のツイートです。本物ユタボンの僕が消滅するかどうか存亡の危に迫っておりました。たとえ縄目の恥を受けようとも、デカ断臂の覚悟を持って終始一貫いたしますやで。皆様におかれましては、最後の最後まで見守っていただけると幸甚です。背水の陣で金庫一番のお勝負、我流転生を忘れず、透滅戦として光を増す。やで、人生は勉強や。意味としては、本物ユタボンの僕のアカウントが削除するかの危険が迫っておりました。たとえ罪人として捉えられようとも、強い決意の覚悟を持って最初から最後まで一貫した行動をいたします。皆様におかれましては、最後の最後まで見守っていただけると幸いです。敗北すれば滅びる覚悟でふんどし締め直してのお勝負。
最後の仕上げをしっかりして滅びる前に反撃します。人生は勉強や、です。これに関しても国民の声を聞いていきましょう。現代の義足ネズミ小僧みたいで面白かったです。元の下道に戻ったらフォロー外すけど、その時までは応援します。人の生き方はコツコツ勉強して能力そのものを鍛える生き方と、ユタボン親子のように役な方へ逃げて楽しい自由な生き方がある。その最大の欠点は脳そのものが成長しないので、永遠に小学生レベルの判断力しかないこと、そこに学校の意義があることを多くの人に教えてくれてありがとう。ありがとうございました。乗っ取りは法を犯す行為なのであれですが、面白かったし良いこと言うし、中身は真っ当な方ですごいエンターテイナーでした。尊敬。ある親子はいろんな問題を起こし、ネット上で自分の都合の悪い人をアンチ呼ばわりして侮辱する、見ていて気分を害する人たちでした。でもその悪い話を消すほどの面白さがあり、楽しく拝見させていただきました。一度フォローを解除しますが、帰ってこられるのを楽しみにお待ちしております。ありがとう。俺も水面今のユタボンが好きなのであって、無職と不登校の偽物が好きなわけじゃない。俺はこのアカウントが今のユタボンじゃなく、あの二人に渡った時点で即フォロー解除する。その時のフォロワー数が全てを語る。何がどうなろうとも6万人以上に支持されたこと忘れるなよ。いや、この言葉一つ一つがユタボン氏、ユキヤ氏の存在を否定してますね。ユキヤ氏が以前言っていた偽物はすぐに飽きられる、どちらが本物か数字が証明するといったツイートが、残念ながら結果ユキヤ氏が偽物でしたと物語るブーメランとなりました。偽本氏の削除時のアカウントフォロワーは6万5000人。もしユタボン氏のアカウントとして復活した場合、どのくらい減っているのかが楽しみですね。それではお待たせしました。待ってませんね。ユタボン氏の YouTube 動画レビューです。タイトルは、秘宝、Twitter 消滅について、内容は Twitter 社が X 社と合併して消滅したとの記事の朗読になります。釣りとは言い切れない微妙なタイトル。一般的にはこのタイミングでこのタイトルだと、偽本氏のアカウント削除について言及していると思いがちですが、合併の話もタイムリーなので今一つすりとも言い切れない。ユタボン氏としてはなかなかいいところをついてきたタイトルですね。でもって動画の構成はこんな感じ。再びエンディング比率6割超えの動画となっており、当たり前のように収益化が無効となっております。ユタボン氏、ユキヤ氏、この動画、ショートでよくね。そしてそんなユタボン氏の動画内容ですが、なかなか興味深い発言がありましたので、ご紹介を。ツイッターは結構いい加減やし、誹謗中傷とかも多いし。ツイッターは結構いい加減やし、誹謗中傷とかも多いし。すいません、もう一回だけ言わせてください。ツイッターは結構いい加減やし、誹謗中傷とかも多いし。ユタボン氏、ナイスブーメラン。ユキヤ氏の背中をしっかり追ってますね。今回の動画は以上です。チャンネル登録や今回のトピックの感想コメント、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。